はい、どうも、かずきです。ですね、今回は前回の動画でお見せした志賀高原の GFX50S2 で撮影した写真があったと思うんですけども、まあその時の撮影に一緒に持って行っていたニコン Z9 で撮影した写真っていうのを今回この動画の中でお見せしていこうかなというふうに思います。まあちょっとね、レンズとか焦点距離とかもう全然違うような組み合わせで僕自身撮影に行ったので、厳密な比較みたいな画像っていうのは正直なかったりとかをするんですけども、まあ色味の違いであったりとか、ディテールの出方であったりとか、まあそういったところをね、ちょっとご注目いただいてご覧いただければいいかなというふうに思っております。今回ね、お見せする写真はですね、こんな組み合わせで撮影した写真でございます。ニコン Z9 に70-200 の F2.8 っていう大3元の望遠ズームレンズと、あとは単焦点レンズ、こちらの 20mm F1.8。この2本でね、GFX 抱えて、ちょっとね、志賀高原に写真撮ってたんで、今回はこのセットでね、撮影した写真っていうのをざっとお見せしていこうかなと思います。で、今撮影しているカメラがですね、普段ね、こちらのニコン Z9 で僕自身自撮りをしているんですけども、今、富士フィルムの XS10 でちょっとね、自撮りをしているような状態でございます。なんで、いつもとね、ちょっと露出の感じやったりとか、色の出方であったりとか、まあその辺がちょっと違うかもしれないんですけども、ご了承いただければいいかなというふうに思います。で、写真をね、ちょっとお見せしていこうと思うんですけども、まずこちら、ただね、早朝に撮影したんですけども、まあ朝露みたいなものが葉っぱについていたので、こちらの70-200の F2.8 の望遠ズームレンズで撮影いたしました。こちらは開放で撮影していて、望遠端の 200mm で撮影しているんですが、いかがでしょうか。もうボケ感めちゃくちゃ綺麗なのと、あとはこの手前の中央にある雫のところにピントを合わせているんですけども、もうめちゃくちゃしっかりとピント来ているのが引きの絵でもパッとね、わかると思うんですよね。でもこれぐらいやっぱりこうしっかりと改造していて、なおかつボケ感もすごく綺麗というところでね、もうこのレンズはね、やっぱりこう単焦点に匹敵するとかいうふうに言われてますけども、まあ、僕自身はもうその通りだなというふうに思います。で、浅瀬後ろにあるのでね、ちょっと玉ボケがバーッと出てると思うんですけども、いかがでしょうか。まあ周辺に行くとレモン型にはなってしまうんですけども、まあズームレンズなんでね、ちょっと仕方ないのかなっていう気はします。で、続いてはこちらですね。これで GFX50S2 でも同じような感じの構図で撮影したんですけども、左から朝日が入ってきて、まあその道路をね、撮影しました。はい、いかがでしょうか。これですね、GFX の写真と比較すると、ちょっとね、やっぱりこう、見比べると色味の出方であったりとか露出の感じっていうのが違ったりとかするんですよね。ちょっと比較画像を作れれば入れ込もうと思うんですけども、こんな感じなんですよね。はい。もちろん焦点距離っていうのが違うので、露出の出方であったりとか、色の出方っていうのも違いますし、あとは圧縮効果っていうのもね、全然変わってくるので、厳密な比較ではないんですけども、まあ色味的にはなんとなくこんな感じになりますよというところですね。どっちがいい悪いというよりは、どっちが自分が求めている絵なのかというところなんですけども、まあ、僕自身はね、やっぱりちょっと富士フィルムの方が、なんとなく自然な感じがするので、個人的には好きかなっていうふうに思っております。まあこれはもう本当に個々の好みになりますし、解像度に関しては僕自身が以前比較した GFX50S2Z9 の動画でもお見せしたんですけども、画素数があまり変わらないので、明確な解像度の差っていうのは僕はないと思っております。はい。で、続いてはこちらですね。こちらもまあ同じような感じの構図で GFX50S2 で撮影したと思うんですけども、こちらは Z9 で撮影しております。いかがでしょうか。まあ Z9 もね、やっぱり優秀なカメラなので、めちゃくちゃ普通に綺麗に撮れます。で、これですね、70-200の望遠ズームレンズで撮影していて、ワイド端ですね、 72mm で撮影しているんですけども、まあ普通に綺麗に写ってますよね。解像度も申し分ないですし、逆光耐性っていうのも非常に強いというところで、もうニコンのレンズの最大の特徴って、もうレンズ性能がズバ抜けていることだなっていうふうに僕自身はすごく感じているんですよね。もちろん今の時代なんで、デジタル補正でこう歪みであったりとか、その辺をね、カバーするっていう考え方のレンズっていうのも世の中にはいっぱいあるんですけども、ニコンはもうどちらかというと、もう本当にね、こう職人気質な感じがすごいするんですよね。こうレンズのね、物理的な光学系でどうにかしようというのがすごく伝わってきます。で、続いてはこちらですね。こちらも早朝に撮影した写真なんですけども、望遠ズームレンズの70-200で撮影しております。これテレタンの 200mm ですね。川か池かちょっとわかんないんですけども、まあ、そこにですね、こうもやが立っていて、そこに太陽の光が反射してたんですけども、それをちょっとね、撮影しましたというところでございます。まあ、どうという写真ではないんですけども、ちょっと色がね、綺麗だったんですよ。で、空の青がね、ちょっと水面に反射しているのと、
このもやっていうのが光で照らされていてオレンジ色になっていたっていうのが、まあ、うまくねしっかりと表現できてるのかなっていうふうに感じます。はい。で続いてはですね、こちら、これはね結構同じような構図で撮影した写真ねお見せしたと思うんですけども、いかがでしょうか。 GFX のやつはちょっとモノクロにしちゃってたんですけども、これはですね、望遠ズームレンズで撮影しております。ちょっとね焦点距離が今パッと出てこないんですけども、いかがでしょうか。まあ、正面にね、思いっきり太陽光を入れちゃっているので、上の部分ね、若干こう色が出てるのかなっていう気はするんですけども、下の方のね、葉っぱの木々とかの色っていうのはしっかりと出ているので、逆光耐性はもう恐ろしく弱いっていうことは、まあ、ないんじゃないかなっていう気はします。まあ、ただね、一切フレアゴーストが出てないかって言われると、ちょっとね、今回のこの写真に関しては微妙なのかなと思いました。で、あとはですね、こちらですね、雲の巣にちょっとピント合わせてテレタンで撮影してみましたが、いかがでしょうか。もうめちゃくちゃ改造してますよね。すごいやっぱり綺麗だなっていうふうに思います。こういう写真を撮るってなると、やっぱり GFX だとなかなかね、難しかったりとか、するんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。まあ、僕自身 GF の100、200っていうのを持ってないので、もしかしたら同じ写真っていうのは撮れるかもしれないんですけども、このボケ感ですよね。やっぱり写真として撮ってて楽しいのが。で、あとはね、こちら。はい。こちらもですね、同じような写真、GFX50S2 の動画でお見せしていたんですけども、こちらはね、池の前で、フォトウォークの時に撮影した写真でございます。いかがでしょうか。まあ、割とこう、霧が立ち込めていて、薄暗い中にも緑がパッと映えるような写真なんじゃないかなと思うんですけども、GFX の場合の方が、どちらかというと、もっとこう、ナチュラルな感じに、僕は正直見えました。比較の画像なんかもね、ちょっとこう、入れ込んでおこうかなと思うんですけども、レタッチ自体は別にニコンだけね、こう、サイドをガンと上げたりとか、風景っていうピクチャーフロファイルを当てているわけではないので、割と素の感じのねものが出てるんじゃないかなっていう気がしています。どっちかというとこうニコンの方がコントラストとかディティールが若干こう何もねいじらない状態だと、カラープロファイルを標準とか風景にしているとちょっとこうサイドが強いっていうとあれなんですけども、ちょっとサイドの輝度が強い感じがするんですよね。色の輝度が強いって言った方がいいのかな。まあそんな感じがしますというところですね。まあこれもどっちがいいかっていうのは好みになってくるので、優劣っていうのはなかなかつけづらいんじゃないかなっていうふうに僕は感じます。はい。で続いてはこちらですね。こちらの木もねちょっと GFX50S2 の時にね撮影していてお見せしたと思うんですけども、いかがでしょうか。これはですね 20mm の F1.8 こちらのね単焦点レンズで撮影した写真でございます。まあこのね望遠ズームレンズ70-200素晴らしいというふうに巷で話題だと思うんですけども、僕自身このね 20mmF1.8 の単焦点レンズ、こちらのレンズも他のメーカーにはない素晴らしい光学系を持っているんじゃないかなというふうに僕はすごく感じているんですよね。まあ僕自身このレンズ自体は、いわゆるこの星系写真とか、星とかをね、撮るときに使いたいなっていうふうに思って購入したんですけども、まあ、やっぱりね、風景写真でも全然使えるなっていうふうに。なんでかっていうと、もう本当に四隅までしっかりと綺麗に写るっていうところなんですけども、まあこちらの写真見ていただければなんとなく伝わるんじゃないかなというふうに思います。F10 まで絞っていて、まあ、僕自身若干レタッチはしているんですけども、レタッチをしたからといって、別にね、画質が良くなるわけではないので、まあその辺でなんとなくこう、ご経験されている方であれば分かっていただけるんじゃないかなっていうふうに思います。すごい綺麗だと僕は思います。はい。で、続いてはこちらなんですけども、こちらも 20mm の F1.8、こちらの単焦点レンズで撮影しました。これモノクロにしてるんですけども、いかがでしょうか。ですね、僕自身この場所で GFX50S2 と Z9 で撮影していて感じたのは、ちょっとニコンの方が、こう線が太く出るなっていうふうに、感じました。こう細かいディテールのものを撮っていると、線が強いとちょっと絵的に強くなるんですよね。インパクトがあるっていう風に言い方が正しいのかなって気がするんですけども。で、GFX に関してはどっちかというとこう、ナチュラルっていうんですかね。あんまり線が太くもなく細くもなく、なんかこう、いやらしい加工をされているような感じがなくて、そのままの、こう、ありのままの風景がそこに映し出されてるなっていう風に、僕は感じたりとかしております。まあこれはね、本当に個々の主観によるところなので、まあもちろんニコンの方がね、忠実だっていう風に感じられる方もいらっしゃると思うので、そこはもう個人の感性ですよね。はい。まあだからどっちの絵が自分として求めているものなのかっていうのが、やっぱりね、こう比較をしていて、なんとなくね、やっぱり気づけるポイントなのかなっていう風に思います。はい。で続いてはこちらの写真なんですけども、こちらもフォトウォークの時に撮影いたしました。これモノクロにしているんですけども、もうすごい木がブワーっと生い茂っていて、木っていうか枝っていうんですかね、こういうのは。もうなんかすごい光を受け止めるぞっていう感じがね、すごい伝わってくるような木でした。生命力が溢れるっていうんですかね。で、それをこちらの 20mm の F1.8 でちょっとね、下から煽って撮影してみました。いかがでしょうか。
で、やっぱりね、こちらのレンズ描写性能非常に良いので、四隅までしっかりと改造しますし、流れっていうのもそこまで顕著に現れないかなっていう気がしました。まあ、こちらの写真見ていただければ、そのディティールの精緻な描写っていうのなんとなくね伝わるんじゃないかなっていうふうに思いますし、あとはそのモノクロの階調みたいなものも伝わってくるんじゃないかなと思います。やっぱりね、広角レンズとかじゃないとこういう写真ってなかなか撮れないんですよね。標準ズームレンズの広角端 28mm とか 24mm だとね、こうちょっとね広がりがなくなっちゃうんですけども、このね広角端焦点レンズの 20mm とか、例えばまあ 16mm とか 14mm とか、こういったレンズになってくると、このバンとねスケールのでかいような写真っていうのも撮影できるので、非常にね楽しいんですよね。はい。で、続いてはこちらですね。こちらの写真も、まあ、ちょっと GFX ではお見せしてなかったと思うんですけども、岩からこう、木が伸びているような写真があったと思うんですけども、それをちょっと別の角度から撮影した写真でございます。これも 20mm の F1.8 のこちらの単焦点レンズを使用しているんですけども、いかがでしょうか。ちょっとこう、煽り気味で下からね、撮影しているんですよね。この枝の部分がちょっとでかくね、映ればいいかなっていうふうに思って撮影しました。いかがでしょうか。やっぱり広角レンズじゃないとね、狭い場所だとこういう写真っていうのは撮るのが難しいんですよね。標準ズームレンズだとやっぱりこの、手前に見えている真ん中の枝の部分しかこう映らなかったりとかするんですけども、僕自身はこの左上の方のこの木っていうのもね映したかったんですよね。そこから伸びている根っていうのがこんな形で伸びてますよっていうのを映したかったので、やっぱりねこのレンズすごいいいなっていう風に使っていて感じましたし、あとは描写に関してもやっぱりこの写真もすごく感じるのは、若干コントラストとかとディティールが強いかなっていう気がします。はい。で、続いてはこちらですね。こちらはまあ同じような写真、 GFX50S2 の時にもお見せしましたけども、こんな感じでございます。いかがでしょうか。まあ色味に関してはやっぱりね、若干こうサイドが強めなのかなっていう気がしますよね。うん。サイドが強いっていうか、なんとなくこうウェットな感じがするというか、木の色であったりとか緑であったりとか石の色っていうのがすごくはっきりと表現されているなっていうふうに思います。で、続いてはこちらですね。こちら岩の上にねこう木がバンと乗っていたんですけども、まあそちらをねこちらの 20mmF1.8 で撮影してみましたが、いかがでしょうか。まあ、これね GFX50S2 でも同じ場所で撮影したんですけども、ちょっとね光量が足りなすぎてブレてましたというところで、ね、GFX50S2 の動画ではお見せしてなかったんですけども、こちらの写真に関してはブレてなかったというところで、まあ、このレンズ自体が F1.8 っていう開放の値を利用することができるので、万が一も手ブレがどうしようもないっていう時は F 値をねこう開放側に持っていくことで、まあ、こういった撮影もできるのかなっていうふうに思いました。で、 Z9 なんでね、ボディ内手ブレ補正もしっかり入っているので、かなりね効いてるのかなっていうふうに思います。はい。で、続いてはですね、こちらの写真ですね。こちらはですね、ちょっと煽って下から思いっきり撮影したんですけども、いかがでしょうか。こう岩のところにね木がブワーッと生えているのがなんとなく伝わってくるんじゃないかなと思うんですけども、こう下から見上げた時にねすごい壮大な感じがしたんですよね。うわ自然だなっていうふうに感じたんですけども、まあそれをちょっとこう強くね表現したかったんで、思いっきりね煽った状態でこちらの 20mmF1.8 で撮影してみました。いかがでしょうか。ちょっと手前にこう入っている岩に関してはねピントが外れていたりとかもするんですけども、まあちょっと覗いている感じっていうのを表現したかったので、僕自身はこんな感じのアングルで撮影しました。かなりこう湿気というかもやみたいなものがね質量として伝わってきますし、あとはこの濃淡みたいなモノクロのね階調っていうのも美しいんじゃないかなっていうふうに思います。やっぱり描写性能が素晴らしいというところで、うん、個人的にはねこの 20mmF1.8 っていうのはちょっと狭い距離の近い感じのね森の中で撮影するのもすごい楽しいなっていうふうに今回改めて感じました。もちろん 14-30 の広角ズームレンズもあったりとかしますし、 14-24 の F2.8 の広角ズームレンズもあったりとかするんですけども、まあ単焦点レンズであればね基本的に画角はコントロールできないので、もうなんて言うんですか、諦めがつくんですよね。広角レンズだとワイドターンとテレターンで何回も撮ってみたりとかっていうことをねしたりとかして時間がね結構取られてしまうんですけども、まあそれもそれで楽しいんですけどね。はい。まあ僕自身この単焦点レンズでちょっとね歩きながら撮影するっていうのもこういう自然環境下でもいいのかなっていうふうに今回ね使っていて改めて感じました。はい。で、続いてはこちらの写真なんですけども、こちらもですね 20mm の F1.8 のこちらの単焦点レンズで撮影しました。いかがでしょうか。これもねすごいシルエット美しいなっていうふうに感じたんですけども、後ろの方にですね多分太陽っていう光源があって逆光越しで撮影しているんですよね。プラスアルファでこのもやみたいなのがかかっている状態になるので、なんかすごいこう幻想的な感じで撮影することができたなっていうふうに思います。もちろん逆光下で撮影しているので、この写真の下の方の黒い
い部分っていうのはそこまで明るさっていうのはないんですけども、別に黒く潰れているわけではなかったりとかもするので、その薄暗い環境下っていうのが伝わるぐらいになんとなくね、物のディティールであったりとか何があるかっていうのはなんとなく伝わってきますよね。だからこの辺が個人的にはすごいいいなっていうふうに感じました。で、Z9 の、まあ、弱点っていうか僕自身がデメリットだっていうふうに感じているところをちょっとお話しさせていただくと、こういう環境下で撮影した時にこの黒くなっている部分を例えばシャドウを持ち上げようっていう感じの編集をしてしまうと、色がですねあんまり綺麗に出なかったりとかするんですよね。まあこれはあの GFX と Z9 のね、あの比較の動画の中でもすごくわかりやすい感じで比較させていただいたんですけども、こうやっぱりノイズがね乗りやすかったりとかするんですよね。もちろん高画素機なんでそこに関してはもうしょうがないとは思うんですけども、 GFX と Z9 と比較した時にやっぱりリカバリーが効くのは GFX50S2 なのかなっていう風に僕自身はすごい使っていて感じるんですよね。で、ただこの写真に関してはモノクロっていうところでその辺の色っていうのは気にならないようにしているっていうのもありますし、あとはもうそのままの露出でね出してしまうっていうところで、まあ、その辺の弱点っていうのは出ないようにちょっとね写真自体はしています。はい。で、続いてはこちらですね。こちらはちょっとねガッと緑が綺麗だったので下から煽るような形でこの 20mmF1.8 で撮影いたしましたが、いかがでしょうか。これもねめちゃくちゃ綺麗だなっていう風に思ったんですけど、いかがでしょうか。まあ、ニコンもニコンで緑の出方っていうのは富士フィルムとはやっぱりちょっと異なるんですよね。で、ただニコンの方がなんて言うんだろう、若々しい感じの緑っていうんですかね、感覚的にお話しさせていただくとちょっと生き生きしてるんですよね。富士フィルムに関してはなんかそのままの色みたいな感じの僕のイメージがあるんですけど、あくまでね一例として捉えていただければいいかなと思います。はい。続いてはこちらですね。はい。ちょっとディティールがすごく綺麗だったのでちょっと撮影してみましたが、いかがでしょうか。これもですね 20mm の f1.8 こちらの単焦点レンズで撮影したんですけども、もうめちゃくちゃね質感がいいなっていう風に思いました。ニコンはニコンでディティールがガッとねしっかりと出てくれるので、モノクロにした時に富士フィルムの GFX50S2 とはこう異なるような感じの描写になってくれるんですよね。モノクロって言ってもこのコントラストが強めで線が強めに出るような写真っていうのも良かったりとかしますし、あとはちょっと淡い感じのモノクロの階調をこう表現するようなモノクロっていうのもあったりとかするんで、モノクロだけでも結構僕の中では種類があると思っていて、ディティールをガチッと強く出したい時なんかはこのニコンの Z9 っていうのは素晴らしいんじゃないかなっていう風に思います。で、まあ、僕自身ニコン Z7 使っていたこともあるんですけども、 Z7 も割とそんなような感じの描写になっていたと思います。はい。で、続いてはこちらの写真なんですけども、歩いている時にこうやんわりと光が当たっている木があったので、それをね撮影してみました。こちらもね 20mm の f1.8 で撮影した写真なんですけども、いかがでしょうか。これですねやっぱり光量がそこまでないような環境下なので、GFX で撮影しようとするとやっぱりですね開放の値であってもちょっとね手ブレっていうのを気にしなくてはいけないようなシャッタースピードになってしまうんですけども、こちらのレンズに関しては開放が F1.8 なので、この写真なんかは ISO1250 で撮影していて、開放 F1.8 で100分の1で撮影することができております。これが F が例えば 4.5 とか 5.6 っていう風になってしまうと、例えばそのシャッタースピードが20分の1とか15分の1とか10分の1とか、なかなか手持ちで撮影することっていうのが厳しくなってくるようなものになると思います。ただこちらのレンズに関してはこの開放の値っていうのもいざという時に使うことができるというところで、やっぱりねこう歩きながら三脚据えずに撮影するにもこのレンズっていうのはすごいいいんじゃないかなっていうふうに思いました。はい。で、ざっとね、今、写真をお見せしてきたんですけども、いかがでしたでしょうか。まあ、ちょっとね、比率的には、こちらの単焦点レンズの方が写真としては割合多かったのかなっていう気がするんですけども、なんでかっていうお話をちょっとさせていただくと、まあ、やっぱり先ほど申し上げたように、光量がやっぱり低下しているような環境下になってくるので、GFX に関しては、まあもちろんこう三脚を添えて撮影した方がいいなっていうふうに感じることはすごくあったんですね。で、ただ帰りの時にですね、やっぱりこう三脚とかしまって、カメラを必要最低限のものにこうしまってね、こう降りていくわけなんですけど、その時でもやっぱり歩きながら僕自身撮影したいなっていう風に感じたので、そうなってくるとこうなんて言うんですかね、この70-200をぶら下げるよりもこっちの方がコンパクトでスナップ的に撮影することができたんですよね。で、プラスアルファで F1.8 なんで、別に三脚を据えなくても開放 F 値を利用すれば別にねこんな感じで気軽にパシャパシャ撮影することができるというところで、そういった点ではねやっぱりこのF1.8 の単焦点レンズってすごいね使いやすいなっていう風に僕は感じたりとかもしました。で、あとはねこの望遠ズームレンズなんですけども、もうやっぱりですね僕自身もめちゃくちゃいいなっていう風に感じておりまして、単焦点レンズをね使っているかのような描写っていうのをねしてくれるわけですよ。もちろん単焦点レンズの方がいいとは思うんですけども、突き詰めていけば、ただまあそれとこうやっぱり比較してもなかなか頑張ってるんじゃないかなっていう風に思うんですよ。ワイドターンテレターンっていうところでも全然描写っていうのが一
著しく低下するっていうこともないですし、解像度が恐ろしく悪くなるっていうこともないっていうところで、もう本当にね、すごい完成されたレンズなんじゃないかなっていうふうに僕自身感じます。第三元のレンズを今まで使ってきて、多分もう一番ね、上のレベルのね、望遠レンズなんじゃないかなっていうふうに感じるんですよね。ちょっと僕自身ソニーの、ね、レンズは使ってないんで、ソニーの70-200 の F2.8 の2型がどういう描写かっていうのは正直わかんないんですけども、まあキャノンとかニコンとか使ってきた限りは、あと富士フィルムとかね、使ってきた限りでは、もうこのレンズがね、僕はナンバーワンなんじゃないかなっていうふうに思います。ただ、重たいというところで、しっかりとねレンズが詰まってるんだろうなっていう感じの質量感があるんで、こう持ち歩くのはねちょっとねなかなか難しいかなっていう気はするんですけども、ただねこのレンズはねちょっと正直手放したくないなっていうふうにはやっぱりねそういった点で感じちゃうんですよね。でこちらの 20mmF1.8 に関しても先ほど申し上げたように、もう開放からすごい描写が綺麗なんですよね。すごくクリアに映ってくれるっていうところで、まあそのいわゆる味のあるようなレンズではないんですけれども、現代の光学系のこう最新のものをねしっかりと詰め込まれた素晴らしいレンズなんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。この類のレンズって他のメーカーで探しても正直ね僕じゃあんまないなっていうふうに思ってるんですよ。もちろんその広角単焦点っていうのも別にあるんですけども、ここまでねなんかこう自分の中にスッと落ちてくるような描写のレンズっていうのは今のところないので、このレンズに関しては正直 GFX のいわゆるレンズシステムでは、こう、替えが効かないんじゃないかなっていうふうに、今現状思っております。この開放 F 値っていうのも、F1.8 っていうのも、すごいやっぱり使いやすいです。で、僕個人的に、こう、GFX50S2 でね、この2台持っていくわけなんですけども、まあ、めちゃくちゃ重たいわけですよ。ね、僕自身は、もうカメラ1台持って、レンズ3本ぐらい持ってね、撮影するのが一番ね、軽量になるんでいいんですけど、やっぱりそう考えたときに、GFX のね、GF の100、200っていうのをね、買いたいなっていうふうには正直感じてるんですよ。このレンズがどうしてもね重たすぎてもうどうしようもないわけですよ。でニコンさんはね F4 投資の小三元のレンズっていうのは未だにね Z で作ってくれないっていうところで、もうどうにかしてくれっていう風にね個人的には感じているんですけども、だからそういった点でね GF の100-200っていうのもいいんですけども、このニコンのレンズのね70-200の描写性能であったりとか、まあ開放 F 値の明るさであったりとか、オートフォーカスの速度であったりとか、やっぱりこの辺が GFX にはないポイントであったりとかするので、こうなかなかね難しいんですよね、統一するっていうのが。だそういった点でこう機材沼からねやっとこう抜けられたなっていう風に感じたんですけども、レンズ沼っていうのがねまた待っていたっていうところでね、もうずーっとこんな感じでね繰り返しながら機材を漁っているんですけども、抜け出せないなっていう風に思っております。 GFX の描写に一回こう慣れてしまうとやっぱりねダメなところがあって、やっぱりね、知らなくていい世界っていうのはね、世の中にいっぱいあるんだなっていうふうに改めて感じましたというところでね、今回はこんなところで動画終わりたいと思います。それでは、バイバイ。